マリーナ・イルナゾブナ・ナザギトワは、ロシア、イジェフスク出身のフィギュアスケート選手。2018年ピョンチャンオリンピック金メダリスト。2017年グランプリファイナル優勝。2019世界選手権優勝。2017、2018欧州選手権優勝。2017、2018ロシア選手権優勝。イジェフスク生まれ、ムスリムでタタール系の血を引いている。 父親はアイスホッケーのコーチで妹サビーナもフィギュアスケートをやっている。名前のアリーナはロシア新体操の名選手で2004年アテネオリンピックの金メダリストのアリーナカワイワに由来する。憧れの選手はカロリーナ・コストナーとエフゲニア・メドベジェはキャラクターグッズやファンシーグッズを好んで身の回りに置いている。中でもリラックマがお気に入りでジュニア時代に プレゼントされたコリラクマのティッシュカバーは長年愛用している。2016グランプリファイナルでプレゼントの袋を持っていた羽生譲るに一つくれないかとお願いしてクマのプーさんのぬいぐるみを譲り受けたことがあり部屋に飾っている。また坂本香里にはスヌーピーのぬいぐるみをおねだりしもらったことがある。日本料理が大好物であると語っており。 世界ジュニア選手権優勝のお祝いに祖母が寿司ロールを買ってくれると約束してくれたという。将来の夢は日本食レストランを経営すること。箸の使い方は父から教わった。2018年5月26日にはモスクワで秋田県を贈呈された。贈呈式にはロシア訪問中の安倍晋三首相も出席した。秋田県のマサルを抱くザギトは、 左から、秋田県保存会会長を務める、衆議院議員の遠藤隆史、ザギトワ、安倍晋三、安倍昭恵ザギトワは日本で行われたピョンチャン五輪、開幕前の合宿に参加した際、秋田県への愛を公言すると、地元関係者が贈呈を決定。モスクワでの贈呈式で、ザギトワは、秋田県保存会の遠藤隆史会長から、メスの子犬を贈られた。贈呈された、秋田県は、 マサルという意味を込めて、マサルと名付けた。理想の休日は、マサルと過ごす1日と語るほど出来合いしている。ロシアでは、秋田県は珍しいため、うわぁ、八甲と周りに注目されると明かしている。なお、同年7月には、マサルのいとこで、オスの子犬のマサオが、朝小流名徳に贈呈された。2018年11月に、日本の戦意、 メーカーエアウィーブと広告出演契約、同年12月にザギトアと共に CM デビューを果たした。なお、今回販売するペット用マットレスは数量限定商品であり、収益は公益社団法人秋田県保存会に寄付されることになっている。なお、イリースカという名の猫も飼っている。金メダルを獲得したピョンチャンオリンピック5歳の時にスケートを始めたが、 専門的にフィギュアスケートを始めたのは7歳から。それまではただ滑走していただけであり、競技を始めて3年経過した10歳まで表彰台には登ったことがなかった。フィギュアスケートを始めた理由について夢を私に託したと語っている。2014年末、12歳の時にある大会に出場するためモスクワに滞在していた際。 母に懇願し2014年ソチオリンピックでロシア団体金メダルを獲得したユリア・リップニツカヤを育てたことで名声を得ていたエテリ・トゥトベリーゼの元を訪れる。3回転ジャンプすら飛べなかったため即入門とはいかなかったがもう一度見たいと年明けにモスクワへ来るよう促される。2015年から親元を離れモスクワに住む祖母と同居しながらトゥトベリーゼの元で トレーニングを開始するも、自発的に練習することを理解できていないと、わずか3ヶ月で見限られた。その後、同じリンク内で、アンナ・チャリョワの指導を受けていたが、怪我の療養を経て故郷に帰ろうと決意し、花束を持って、トゥトベブリーゼの元へ挨拶に行ったところ、もう一度試してみましょうと声をかけられ、再び指導を受けることになった。その時のことを、ザギトワは、 嬉し涙が出ましたと振り返っている。2015から2016シーズン、ロシアジュニア選手権では9位となった。2016年ジュニアグランプリの派遣選考となる国内大会の一つでは、モスクワ予選で12位と予選敗退し、ジュニアグランプリへの出場が危ぶまれたが、結果的には出場した。2016から2017シーズン、ジュニアグランプリに出場。 1>, 1戦目のサンチェルベ大会は優勝で、国際大会デビュー戦を飾る。2戦目のルブラナハイでは、キヒラリカ、ホンダマリンに敗れ3位だったものの、ジュニアグランプリファイナル進出を決めた。ジュニアグランプリファイナルでは、ショートプログラムとフリースケーティングで、ジュニアクラスの世界最高得点を出し、ジュニア選手として、史上初の200点超えとなる207.43点で、優勝した。 初出場のロシア選手権では銀メダルを獲得。世界ジュニア選手権では自身の持つ FS と総合得点のジュニア、歴代最高得点を更新し、前年度チャンピオンのホンダ・マリンを破って優勝した。2017から2018シーズン、シニアデビュー戦のロンバルデア杯では SP にて、シャーロットスパイラルカウンターからの2回転アクセルを試みるが転倒し3位と出遅れる。 しかし、フリーで、自己ベストで、世界歴代4位となる218.46点を、得点し逆転優勝した。グランプリシリーズに参戦し、中国杯、フランス杯に出場。2戦とも SP の3回転ルッツマイナス3回転ループの連続ジャンプで点灯し、表彰台圏外からスタートするも、FS で巻き返し連勝。グランプリファイナルも制し、続く、 ロシア選手権も初優勝となった。右足の怪我で休養していた絶対女王、エフゲニア・メドベージェワとのシニア初の直接対決となったヨーロッパ選手権では、SPFS ともノーミスで1位となり、世界歴代2位の合計238.24点で初優勝した。それまで個人戦13連勝していたメドベージェワは、合計232.86点で2位となり、 絶対上に約2年ぶりに土をつけた。ピョンチャンオリンピックはオールの選手として15歳で初出場。団体戦は FS で滑走し銀メダル獲得に貢献。個人戦の SP でメドベージェワが先に出した自らの SP 歴代最高得点となる81.61点をわずか20分後に82.92点で更新した。 続く FS では3回転ルッツマイナス3回転ループの連続ジャンプが単独になってしまうが2本目の3回転ルッツに3回転ループをつける驚異的なリカバリーを披露しメドベージェワと156.65点で同点となる SP との合計得点239.57点でそのまま逃げ切りオリンピック金メダルを獲得した15歳9ヶ月での金メダル獲得は 1998年、長野オリンピックで優勝したタラ・リピンスキー。2014年、ソチオリンピック団体戦で優勝した、ロシアのメンバーであるユリア・リプニツカヤ以来史上3番目の若さ。グランドスラムに大手がかかった世界選手権は、最大のライバルであるメドベージェワが、右足の怪我の療養で欠場したため、初優勝の大チャンスで迎えた。 SP では連続ジャンプの着氷が若干乱れにいいとなるもトップとはわずか0.76差と十分逆転可能な位置で SP を折り返す。しかし FS では演技後半の最初の3回転ルッツでまさかの転倒。その後に6本のジャンプが詰まっていたためミスの連鎖を止めることができず続く2本目の連続ジャンプである2回転アクセル後の3回転。 ループでも点灯。さらに、執念で2本目の3回転ルッツに3回転ループをつけようとするも3回転ループで再び点灯。会場では三撃を目の当たりにした観客の悲鳴が響き渡り、プログラムは崩壊した。7つのジャンプ要素のうち3つの点灯に加えて3本のジャンプで回転不足判定を受ける悲惨な結果となり、表彰台にすら届かない総合5位。 個人戦連勝記録も10連勝でストップし、申請として快進撃を続けてきたシーズンは号泣で幕を閉じた。SP5 にはオリンピックの後にイベントが続き、いつにも増して不安があり、心が落ち着きませんでしたと報道陣に漏らしていた。2018から2019シーズンは世界選手権の悪夢から約半年後のネーベルホルンハイから始動し、 総合238.43点と高得点で優勝。しかし GP ヘルシンキの SP では連続ジャンプの2つ目の3回転ループが単独ループになったり FS でも1つ目の連続ジャンプが回転不足を取られるなど苦戦したが何とか優勝する。続くロステレコム杯でも FS にて最後の3回転フリップが2回転フリップになるなど調子を取り戻せず 総合得点は GP ヘルシンキより低い点数に止まった。SP のリードに助けられ連勝し、グランプリファイナルに駒を進めるが、その連覇を狙った、グランプリファイナルでは3回転アクセル装備で快進撃を続けていた、キヒラリカとシニア発撃突。SP ではノーミスを決め、キヒラに続く2と逆転優勝を狙える位置についたが、 FS は3回転ルッツからの3回転トーループが抜けてしまい点数を伸ばせず、キヒラにさらに差を広げられ準優勝に終わった。ウォームアップ中にテレビのケーブルに引っかかって捻挫するというアクシデントがあり、その影響が FS に出たと思われる。続くロシア選手権でも SP はノーミスの演技を見せて、首位で折り返すが FS ではジャンプの転倒や抜け、 スパイラルが溶けてしまうミスを連発し、同門の後輩ジュニア勢に次々と抜かされ、総合5位まで沈んだが、翌年の欧州選手権のロシア代表3人のうちの1人には、なんとか選ばれた。その連覇を目指した欧州選手権。SP を首位で折り返すも、回転不足を取られたり、最後の3回転フリップの着氷で手がつきそうになるなど点数を伸ばせず、 翌日の FS も連続ジャンプで抜けや、転倒のミスを連発したほか、5本のジャンプで回転不足を取られ、格下で同じロシア代表のソフィア・サモドロワに逆転を許し、銀メダルに終わった。前年の雪辱戦となった世界選手権は SP をノーミスでこなし82.08点を獲得。最大のライバルであったキヒラが3回転アクセルに、 失敗し11.18点という大差をつけて、首位で折り返した。その後の FS でも、今までの不振を振り払う、完全復活の演技を披露し、総合237.50点で、念願の初優勝を飾った。これにより、オリンピック、世界選手権、欧州選手権、グランプリファイナル、世界ジュニア選手権、 ジュニアグランプリファイナル、すべての主要国際大会のタイトルを手にし、わずか16歳10ヶ月という若さで、スーパースラムを達成した。女子シングルでは、キムヨナ以来、史上2人目。2019年12月13日、ロシア国営テレビに出演したザギトワは、今後の競技会への参加を一時停止し、アイスショーなどへの出演は続けることを明らかにした。同月15日、 自身のインスタグラムにて立ち止まったり去るつもりはありません。新展開や終了についても考えていません。まだロシア代表チームに所属しており、国際大会で自分の国のためにプレーすることができますと引退を考えていないことを表明した。エキシビションで虎柄衣装で踊るザギトワロシア選手を中心にルールを逆手にとって、 すべてのジャンプを後半に飛ぶ選手が増えたことから、バランスの取れたプログラムに導くためということで、ピョンチャンオリンピック後に開かれた ISU 総会にて、2018年から19年シーズンより10%ボーナスは、SP では後半に飛んだ最後の1本、FS では後半に飛んだ最後の3本のみに制限された。これが通称ザギトアルールである。 2016年ジュニアグランプリサンジェルベ大会では、女子選手として、史上6人目となる3回転ルッツマイナス3回転ループのコンビネーションジャンプを成功させた。プーチン大統領とザギトは2018年ピョンチャンオリンピックで、金メダル2018年ヨーロッパ選手権2017、GP ファイナル優勝2017年ジュニア世界選手権、優勝2016年ジュニアグランプリファイナル。 ありがとうございます。